こんにちは、お久しぶりです。さて今日は皆さん化粧水で、まあ、買われてる方がほとんどだと思うんですけれども、今日はその化粧水っていうのは実はお家でもお手軽にできるということで、そんな今日は化粧水を作ってみたいと思います。いろいろ化粧水が使われている成分っていうのはこちらご紹介しますね。こちらでちょっと用意しご用意したんですけども、精製水と、まあ、これはあってもなくても大丈夫そうなんですけども、まあ、エタノールで、あとグリセリンです。まあこれがまあなぜまあこんなに大きいのかなって、大体もうこれは実は薬局で調達全部できたんですけども、まあこう化粧水を作る方が多いのかよく分かんないんですけど、結構これすごい大きいボトルで 500ml 入っています。でグリセリンっていうのは私も初めて買ってから初めて知ったんですけども、まあ手のひびとかその肌の乾燥対策のため の, その栄養素っていうか保湿成分らしいです。これを使ってやってみたいと思います。で、まあ、化粧水でやっぱり香りがついてると思うんですけども、まあ、好きな香りで大丈夫だそうです。で私は今回、まあ、ちょっと自宅にあるアロマを持ってきたんですけども、まあ、アロマオイルは純正 100%、まあ、エッセンシャルオイルって書いてあるアロマを選んだ方がいいです。なのでこういうのは多分皆さん見たことあると思うんですけども、ここはちょっと記載がなかったもんで、まあ、エッセンシャルオイルということで、こういう私は確かアマゾンか楽天さんかでちょっと買ったんですけども、こういうアロマを買いました。ちなみにこちらはなごみアロマさんっていう方の場所お店の方から買いました。でこちらはコーナさんですかね、まあ、どちらも関東の会社さんからなんですけども、で、まあ、こちらにも記載が多分あると思うんですけれども、ここですね、 100% ナチュラルエッセンシャルと書いてあるアロマを選ぶようにするそうです。まあ、これらの、作る、まあ、ドラッグストアで購入したものと、であとまあ好みのアロマオイル、エッセンシャルオイルと、あとはボトルですね。ただちょっと私今回ちょっと 100ml を選ぶべきだったんですけども、私はセリアさんで50ml の、まあ、スプレーボトルを買いました。こちらのスプレーボトルは 50ml とあと 100ml のスプレーボトルがありました。
で、まあ、実はもうすでにこういう化粧水をちょっと作ってまして、ちなみにこちらは、まあ、こちらのアロマオイルを買いました。アロマオイルと、ちょっと今日はすいません、ちょっと乾燥が本当に今年ひどかったんで、いろいろちょっと絆創膏がついてお見苦しいですけども、大変申し訳ないです。でこちらのアロマオイルとで精製水でエタノール、もうこの3つだけで作りました。まあ、また今回は、まあ、そのこちらのスプレーボトルを買ったのと、であと、まあ、やっぱりこう保湿はやっぱり欲しかったので調達したんですけども、あとはまあこのエタノールも自宅にもあるんですけども、もうかなりなくなってたので、もうついでだったのでちょっと買いに行ってみました。精製水はたくさん入ってるんですけども、意外と安くてもう100円ほど、100何十円かなんかそれぐらいの、結構意外と120円ぐらいだったかな、意外と安いお値段で売られていました。ただこちらはやっぱりこう薬品関係なのか、まあ、どちらも500円弱のお値段で結構したんですけども、まあ、ただ天然化粧水を作る上では結構作りやすい感じにいるんじゃないかなと思って買いました。まずはこちらのグリセリンを100ml 作ろうと思ったらグリセリンは 5ml なんですけども、まあ、今回スプレーボトルが 50ml なので、その半分の 2.5ml で測ろうと思います。ちょうどうちに 2.5ml の計量スプーンがあったのでこれを使います。そして次に精製水を作ります。精製水を入れます。スプレーボトル 100ml の場合は精製水は 90ml でいいそうです。今回私のスプレーボトルは50ml なので、まあ、その半分の45で測りたいと思います。計量カップなんですけども、ちょっと私ちょっと手持ちのがなくって、実はちょっとお米測る用のやつでちょっと測ってるんですけども、玄米用で、まあ、でも玄米はうちはちょっと食べないので、まあ、こういったカップがあったので代用しています。まあ、普通の計量カップでも最近100均でもたくさんキャラクターものとかあるみたいなので、それを今調達することをおすすめします。こちらの精製水を入れていきます。グリセリンが、2.5 入っているので、まあ、私の場合は 45-2.5 で、まあ、43.5 ぐらい入れたらいいと思います。まあ、ちょうど上分離で50で45ミリリットルと
なんですけど、カメラ持ちでやって、あの頭頂部を左で回しております。で、まあ、あらかた混ざったかなと思ったら、もうここでまあアロマ入れてもあの大丈夫そうなんですけども、まあ、さっぱりした化粧水を作るにはあのエタノールが効果的だそうです。で、まあ、100ml で化粧水を作る場合のエタノールの分量は 10ml なんですけども、まあ、今回私が作るのは 50ml なので、その半分の 5ml を測ります。2.5 を2杯入れて、まあ、5ミリリットルを測ったので、これを中に入れました。まあ、ちょうどあの12時の時報が鳴ってるんですけど、気にしないでください。で、これで混ぜていきます。まあ、これで、まあ、これら3種類の作った、精製水、グリセリン、エタノールを入れてから、まあ、あのこの容器、まあ、この蓋をキャップを取って、でこちらのエッセンシャルオイルを入れて、まあ、入れるんですけども、あの私の場合は、50ml の化粧水なので、2滴ほどだけ入れました。まあ、まあ、しっとりめがお好きな方は、まあ、もうちょっとたくさん、あのもう1滴ぐらい増やしてもいいと思います。まあ、50ml の場合は私は2滴入れました。で、まあ、こちらの作った、まあ、100ml の方は、まあ、エッセンシャルオイルは、まあ、3滴ほどで、まあ、でも3滴でも 100ml で作ってももう十分香りが あったので、もうほんの ちょこっとだけのアロマオイルだけの分量で化粧水が作れます。これでもう完成です。以上が、まあ、薬局で調達したで、まあ、ドラッグストアで気軽に調達できる薬品を使って、でもう好きなアロマを組み合わせて作った化粧水のご紹介でした。まあ、結構あの天然成分 100% なんで、あのすごく安心してお使いいただけるのではと思います。ご視聴ありがとうございました。